笛は、奇名楽器である。奇名楽器は、主に空気の塊を振動させることによって、音を出す楽器である。弦やあるいは膜は使用することなく、楽器自身の振動が、大幅に音に加わることもない。奇名楽器は、原初のホルンボステルザックス楽器分類体系における4つの、主要なクラスの1つである。奇名楽器は、さらに振動している空気が、 楽器内部に含まれているかどうかによって分類される。一つ目のクラスには演奏された時に振動している空気を包含しない楽器が含まれる。うなりにが一例である。これらは自由記名楽器と呼ばれる。このクラスにはハーモニカといった自由高楽器が含まれるが、サイレンやムチといった多くの人によって吹奏楽器と全く呼ばれそうにない多くの楽器も含まれる。 二つ目のクラスには演奏された時に振動している空気を包含する楽器が含まれる。このクラスは一般的に管楽器と呼ばれるほぼ全ての楽器を含むディジュリドゥ、金管楽器、木管楽器等。さらに非常に大きな音は共鳴空洞に向けられた、あるいは共鳴空洞の内部で起爆された爆発によって発生することがある。従って風、または 空気が蒸気、または空気と燃料の混合物であるという事実にも、かかわらず、カリオペやパイロフォンの内部での爆発は、クラス42楽器と考えられるかもしれない。新石器時代の骨笛、アーダル・パウエルによれば、笛は数え切れないほど多くの古代文化で見られる、単純な楽器である。エジプト、ギリシア、およびインドが、笛が誕生した場所として、伝説的なラビに、 考古学的に検証可能な場所である。これらのうち、横笛は古代インドでのみ見られたのに対して、フィップル笛は3箇所全てで見出される。パウエルは、現代インドのバーン3は中世前期以降あまり変化していなさそうである、と述べている。記名楽器の起源を同定することは困難であるが、アメリカ先住民とその子孫が最も多様な記名楽器を作ったと考えられており、 これらは、原始アメリカの主要な非発生、戦慄楽器であったと理解されている。考古学研究により、古代メキシコ、コロンビア、ペルーにおける玉笛の例が発見され、複数の勘定笛がマヤとアステカで一般的であったことが明らかにされた。巻貝の殻の記名楽器としての使用も、中米やペルーといった地域において広く行き渡っていたことが明らかにされている。 中国における記名楽器の例は新石器時代に遡ることができる。過去骨笛の破片が古代中国の過去の墓地遺跡から発見された。これらは演奏可能な楽器の最も初期の例である。この楽器は典型的には単調の翼の骨から掘られ5つから8つの穴を持つ。この骨笛はほぼ正確なオクターブで音を出すのに十分な性能があり。 儀式用に使用されていたと考えられている。中国の竹製の笛の例は、紀元前2世紀に遡る。これらの笛は笛子あるいは単に笛と呼ばれ、典型的には旋律を演奏するための6つの穴を持っていた。有名なバーンスリーを含む笛は、紀元前15世紀から、インド古典音楽の欠かせない存在となっている。ヒンドゥー教の主要な神であるクリシュナは、笛と結びついている。 一部の初期の笛は、軽骨で作られていた。また、笛は常に、インドの文化や神話に欠かせないものであり、紀元前1500年頃のインドの文献には横笛についての曖昧な言及があることから、横笛の起源はインドにあるとするいくつかの説が存在する。自由決め楽器は、振動している空気が、楽器自身によって包み込まれていない楽器である。 ガワイツ相記名楽器気流が鋭い円に接触する、あるいは鋭い円が空気中を移動する。中断相記名楽器気流が周期的に中断される。破裂相記名楽器破裂相記名楽器は空気の単一の圧縮と開放によって引き起こされる、振動によって音を出す。破裂相記名楽器の一例がスケッパーフルートである。これはリッチあるいは虚子状の円付きの管を持ち、 棒を使ってすることで音を出すことができる。肘有機名楽器は振動している空気が楽器内部に含有されている楽器である。水槽楽器と呼ばれることが多く、典型的には木管と金管の二つのカテゴリーに分かれる。水槽楽器はその材質によって分類されないことが広く受け入れられている。木管楽器は必ずしも木製である必要はなく、 金管楽器も金属製である必要はない。木管楽器は木、金属、ガラス、造毛で作られることが多く、フルート、オーボエ、ファゴット、クラリネット、リコーダー、サクソフォーンなどが例として挙げられる。金管楽器は銀、銅、造毛、角、木で作られることが多い。例として、トランペット、コルネット、ホルン、トロンボーン、チューバなどがある。笛笛は、 奇名楽器の一種である。一例にユーナックフルートがある。笛は、開口部を横切る空気の流れから音を出す。奇名楽器類は無効水槽楽器である。ホルンボステルザックスの楽器分類に従えば、笛は、両武器奇名楽器として分類される。声は別として、知られている最も初期の楽器である。およそ4万3000年から3万4000年前に、 遡る数多くの笛がドイツの州営ビッシェアルプ地方で発見されている。これらの笛はヨーロッパに現世人類が存在していた初期の時代から音楽の伝統が発達していたことを実証している。リード有効記名楽器は1枚の薄板、または1体の薄板に対して向けられた奏者の息によって音を出す楽器である。薄板は気流を周期的に遮断し、 空気の運動を引き起こす。有効記名楽器は、さらに二つの異なるカテゴリー、単行及び複工楽器に細かく分けることができる。前者は、クラリネット族及びサクソフォーン族を含み、後者の例は、オーボイ族及びファゴット族である。金管楽器、金管記名楽器は、奏者の唇の振動と共鳴した感情の、共鳴体中の空気の共鳴によって、音を出す楽器である。 金管楽器における異なる音向の発生に関与する要素は複数存在する。スライド、バルブ、クルック、またはキーが管の振動調を変化させるために使用され、これによって利用可能な校調破裂が変化するが、奏者のアンブシュは、唇の引っ張り、及び空気の流れが利用可能な校調破裂から生み出される、特定の校調波を選択することができる。 その他すべての記名楽器と異なり、金管楽器は弱音することができる。言い換えると、重機でサイレンサーを使用するように、金管楽器の音は弱音器を使用することで、幾分抑制することができる。プラスチック製から金属製、形状も様々な弱音器がこれらの楽器用として存在する。ありがとうございます。